こんにちは、ふさこです。今回はブレンダーを触り始めて1日から1週間くらいの超初心者の方が陥りがちな落とし穴についてお話しします。私ですね、ここならでブレンダーの使い方を教えますというサービスを提供してまして、そこでブレンダー初心者ですという方とよくお話しするんですね。で、その中で初心者の方がで、なりがちなことが分かってきましたので、それをまとめようと思います。今この動画をご覧になっているということは、 YouTube でブレンダー頑張って勉強してみようかなという方だと思うんですが、動画を見ながらやってるのに同じにならないみたいな、そういう風に困ってる方、そういった方の少しでも参考になれば幸いです。では1つ目、超初心者の方が陥りがちな落とし穴。一つはオブジェクトモードと編集モードの違いです。ブレンダーではオブジェクトモードと編集モードっていうのがあります。オブジェクトモードと編集モードの切り替えはタブキーで切り替えることができます。簡単に言うと、オブジェクトモードはそのオブジェクト全体の形状を変更するときに使うもので、編集モードはそのオブジェクト内でもっと細かい形状の変更、頂点を増やしたり減らしたり、なんか形をミョンって変えたりとか、そういう時に使うものって思ってください。他にもいろんなモードがあるんですけれども、触りたてでよく切り替えるのはオブジェクトモードと編集モードかなと思います。でですね、オブジェクトモードと編集モードでは出てくるメニューっていうのが変わってきます。例えば N キーで上の方に、右上にメニュー表示させますと、オブジェクトモードではトランスフォーム、1回転、スケール、寸法みたいなメニューが出てるんですが、タブキーで編集モードに入りますと、この頂点が今どこにあって頂点データが何でとか、こんな風にオブジェクトモードと編集モードでは出てくるメニューが変わってきます。例えばモディファイアでサブディビジョンサーフェイスをですね、編集モードで適用しようとすると、こんな風に編集モードからこのモディファイアの操作はできませんみたいなエラーメッセージみたいな出てくると思います。これはオブジェクトモードに戻ってからだと適用できるようになります。他にもマテリアルをなんかですね、削除したいとして、このマイナスボタンでマテリアルの削除なんですが、マイナスボタンを押そうとすると、編集モードではマテリアルスロットは削除できませんみたいなメッセージ出てきます。またタブキーでオブジェクトモードに戻ってからマイナスボタンを押すと、マテリアルを削除することができます。こんな風に YouTube でなんかチュートリアル見てて、なんかそのメニューこっちの画面だと出ないんですけどみたいな時は、オブジェクトモードと編集モードどっちになってるかっていうのをこの左上のところから確認してみてください。落とし穴の2つ目はメニューを何かの表紙に閉じちゃった時についてです。左上にこんなアイコン縦に並んだやつと、右上にこっちのトランスフォームとかのメニュー出てると思うんですが、何かの表紙にですね、閉じちゃったとして、もう一回開きたいとしたら、この左上の方にはですね、よーく見るとめちゃくちゃちっちゃい三角みたいなアイコン出てると思います。これをクリックすると、こっちのメニュー復活することができます。右上の方もですね、ここにちっちゃい三角あると思うので、これをクリックするとメニュー復活させることができます。こっち側の縦のアイコンについても同じで、なんかで閉じちゃったみたいな時は、このちっこい三角マーククリックしてあげるとまたメニュー復活させることができます。左上のこのツールパネルって言うんですけど、ここはですね、ツールの T を押しても表示切り替えることができます。右上のプロパティパネルは N キーで表示切り替えることもできます。
ので、まあ、TN っていうのを忘れちゃったとしてもですね、ここのすっごいちっちゃい三角マークを押してあげることでメニュー出してあげるといいと思います。3つ目はオブジェクトの原点についてです。オブジェクトごとに原点というものがありまして、それがこのオレンジの点です。オブジェクトモードで変形するとき、回転させたりスケールかけたりっていうときには、このオレンジの点が基準になって変形が行われます。例えば猫耳を作ろうとしているとします。で、モディファイアを追加からミラーを追加してみるんですが、こんな風に、あれ思った通りにこっち側にも出てこないぞって、そういう風に困ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。このミラーモディファイアもオレンジのこの原点のところが基準になっているので、この原点に対して、面対称かな、対称に鏡像が作られます。なので原点の位置を元のちゃんとした場所に戻してあげる必要があるんですね。で、原点の位置を変えたいときは、まずは Shift S でカーソルをワールド原点ってやってあげてください。そうすると、この赤と白の丸みたいなやつ、これがカーソルなんですけど、カーソルが X 軸 Y 軸 Z 軸0のこのワールド原点のところに戻ったと思います。で、そこまでできたら、このオブジェクト選択されてる状態で右クリックを押して、原点を設定、原点を 3D カーソルへ移動ってやりますと、このオブジェクトの原点、オレンジの点がワールド原点に戻ったので、そこを基準にミラーモディファイアで両耳を作ってあげることができます。4つ目はオブジェクトの回転やスケールについてです。例えば机を作ってあげたいとして、このオブジェクトに、例えばベベルっていう、縁をちょっと丸くするような機能なんですけど、それをかけてあげると、なんかこれ均一じゃないですよね。この辺はなんか幅がこんくらいあるのに、この横軸はこんくらいの幅しかなくてっていう風に、ベベルが均一にかからないと思います。そういう時はですね、N キーでトランスフォームのパネルを開いてみて、スケールのところを確認してみますと、 X が 2.2、 Y が 1、 Z が0みたいな風に、スケールが均一になってないんですね。それが原因なので、このオブジェクトを選ばれている状態でコントロール A で適用のメニューを開きまして、スケールを適用ってやってあげてみてください。そうするとスケール、さっきまで均一じゃなかったものが111になって、この状態をスケール111として認識しますよっていう風にしてくれたっていう感じです。で、その状態でもう一度編集モードでベベルをかけてみると、こんな風に全体的に均一にベベルかけてあげることができます。例えばこの机に足をつけてあげたいとして、 Shift A メッシュ、円柱でちょっと細長くして、オブジェクトモードで今やってるんですけど、位置変えて傾きも変えてあげたみたいな感じです。で、この状態でモディファイアを追加からミラー追加してみると、本当だったらここに来てほしいんですけど、今オブジェクトモードで回転かけたりスケールかけたり位置を変えたりっていうのをしてるので、今この原点基準でさらに回転かかった状態にミラーかかってるみたいな感じなので、それでコントロール A 全トランスフォームってすると、今この状態を1000、回転000、スケール111っていう風な、これらのトランスフォームがクリアされた状態、標準の状態として認識してくれるようになってくれるので、
ミラーがうまくかからないなとか、モディファイア思った通りにならないなっていう時には、コントロール A で適用、回転スケールもしくは1全トランスフォーム、この上の4つあたりを試してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画はブレンダー超始めたての方向けで作ってみたんですが、次回の動画はブレンダーちょっと慣れてきた、今1週間1ヶ月ぐらいやり続けてこれたみたいな方に、もっと早く知りたかったっていうようなモデリングチップスをご紹介したいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは、お疲れ様です。